リリア触ってない。あんま惹かれるものがないな、あのチャンプ。ヨネちゃんはもうすぐ触るわ、あいつは。いや本当に地雷チャンプになると俺は思う。安物の倍ぐらい多分地雷だと思う。やめて、この機に安を頑張ってみればのコメント本当にいらない。あのチャンプマジでワンチャンないから。あの安尾とかいう人、あのチャンプね、極めようと頑張ってみ。100回ぐらい使うじゃん。でちょくちょく、ああいいプレイが少しは出てきたかなーっていう点があるわけよ。でおお、じゃあちょっと久々に他のチャンプ触ってみっかって思って他のチャンプピッて触ると、他のチャンプがバリ強く思えっから。 MR2 個取るわこれ。でバリを持つ、こんなゾーイやばすぎ、ゾーイ出たな俺。いや本当で絶対キャンプされるのがもう目に見えてわかる。ガンク耐性がなさすぎる。何回まで死ぬの OK にしたけど、連戦で2回かな。いや TF は俺はあのナーフ見て、おい使う気になんねえよ。俺ロルの興味全くない時やったから超流し見だったけど、 TF のナーフ見て絶句したもんね。もうグロいよなあれ。あれ無理だよ。 MS 上げるとかにしてほしかったわ。 W のクールダウン上げんのちょっとひどすぎる。 0.5 秒とかだったらまだ許せる。2秒でしょ。やめろ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 。取ったそれ。どっち。やべ、バリが使っちゃった。いいね、これね。バブルがない。ワード置いて OK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 。 でかいよこれ。でかい。なんかハッシュが持ってて、それ大丈夫。そのままシングルしたらフィズいない。勝てるそれ。俺帰るよ。俺こっち行くからね。いいフラッシュ。わー、これ勝ったかもわからん。普通に前衛に使った。来た、最高アイテム。デカミニオンを取るタイミング。あー、うららるー。ごめんなさい、これはもう決まりなんです。敵を倒しました。完璧。敵を倒しました。最高におもろいこのゲーム。やば。いや多分いいウェーブだと思う。そう信じてる。久々に聞いたな、マジで。このセリフさ2個連続してんのかな。これ何なんだろうマジで。ストロベリームーンケーキの話どうでもいいんだけど。ラプトも使って9。ああ浅い、ごめん。お、視界外からコラフト9を用意して、オッケー帰る。やばそう。これ寄ろっかな。それタイムワープで寄るわ。味方が倒されました。敵を倒しました。シャットダウン。敵を倒しました。オッケー、危ねえ。よかった、回収できたから。ごめんなスレッシュ。スレッシュマジごめん。それブリンク止められた今。うわー寄れないかなそれ迎えに行かないといけないの。いちいちスタックしたらクソバグでしょ。早く直してあげてよあんなの。
やめよっかな。ララララルルルララルーが俺待ってんだけど来ないな。ああマジか、死ななそう。でもバリア2個目フラッシュ E9 ナイス。これ生きるんだ、マジか。バリア取っといてよかった。これいけないかな。これお前 E のマナある、こっち完璧ガチャ。だる。あー今の上手い人だったらよけてそう。ナイス。うっ、いやー敵を倒しました。来たゴースト。俺こっち行くわ、俺こっち行く。あります、ニンバス、ゴースト、ダブルキル、9、ここまあニンバスじゃねえや、 W だ。味方がタワーを破壊しました。敵を倒しました。アンストッパブル。ちょ、意味ちょ、意味が分かんなかった、ごめん。どうすればよかったのか分からなかったんだ。ちょっとごめん、マジでごめん。ちょ、無理だったんだ俺。どうすればよかったのこれ。ヨリック VS フィオラだって多分ヨリックが不利だから、ちょっとやっちゃった説あるな。最適解が出れば。それ一人にすんのまずいかも、スレッシュ。一人は絶対まずい。アニャのチャンプやば。うわやば、アニャのチャンプキモいな。惜しい。味方がタワーを破壊しました。そっちか。味方がタワーを破壊しました。味方がインヒビターを破壊しました。敵のキリングスクリーン。敵を倒しました。ん？あ、これやった。先生。倒しました。ストップウォッチアンパイかな、言うて。いや、こういう時ぐらいちゃんと火力いくか。ビビりすぎか。あー。ペネもいいな。いや、帽子かな。お、それ走るわ。うわー、イールとそれ。OK。敵を倒しました。OK。にゃんぽ。ダブルキル。にゃんぽ。お前、にゃんぽのくせにステップすんな。にゃんぽ。なんかいい当たんねえな。あのマナがないフィーズに当てたのがピークだった。いやゾウイってなんかたまに使うとうまくいくんだよな、このジャンプ。使い込んでると下手にやってくんだよね。キリングスプリー、なんで勝てんの。え、多分フリーマッチアップだね。すげえな、終わったし。
モナーが退場しました。俺大体使い込むとなんか選択肢が増えていって、で選択肢が増えると俺にとってはタパオーバーで下手になってくる。